康二、あんた康ちゃん、諦めの悪かね母さんは。他のみんなはどげんしとると？あの子は元気よ、小学校の先生になってね。町子が小学校の先生か。そう。はあ、幸せだな、あの子が受け持ちの生徒たちは。教室にあの子がおるだけでパーッと明るくなって、子供たちはみんなさ、勉強すっぞって気分になるよ、きっと。諦めてもらっていいの、あの子のことは。そらんこと言わんで。絶対嫌だ。お前はもうこの世の人じゃなかやろ。町子が幸せになってほしいっていうのは、実は僕だけじゃなくて、僕と一緒に原爆で死んだ何万人もの人たちの願いなんだ。町子は僕たちの代わりにうんと幸せにならんばいかん。母と暮らせば。